今日はですね、だんだんなんか年寄りっぽくなってきたんですけども、早寝早起きの話をします。なんか大体もう昔小さい頃に言われたような話を次の世代の人にすると、なんかだんだんとこう年を取ってきたような気がして仕方がないんですけども、最近これ元気があんまり出ない人にですね、このことをおすすめをしましたらですね、結構これだけでも元気を取り戻してる人がいるんですね。で、昔の人は間違ったことを言わなかったなと改めてこう思うんですけども、で、僕自身はあまりこの早寝早起きってのは得意じゃないですね。遅寝遅起き、これ一番体に合ってるんですけども。で、今日はその早寝早起きがなぜいいのかという話をですね、主にしたいなと思います。で、僕は大体話すのはあまりそのどっかの教科書からとかですね、どっかの、その論文からとかそんな話ではなくて、自分が診療している中で、いろいろ試してみたらですね、やはりこれはそれなりにいろんな、かなり大勢の人がいい結果をもたらすというそういう内容のお話ですので、この話の裏には、これを進めて複数というのは数十人ですねの人が、いいですねっていう裏付けのある話だと思ってください。で、大体よくですね、職場でギリギリ頑張ってその生活してる人がですね、かなり疲れながら仕事をしている人が土日の休みになるとですね、目いっぱいゆっくり寝ますっていう人は結構いますよね。で、そういう人たちのかなりがですね、日曜日の夜になったりとか、それから月曜日の朝になるとどうもテンションが上がらなくて、気持ちを持ち上げるのが結構きついという方結構多いんですよね。で、それは確かに疲れてるからだといえばそれまでなんですけども、そういう人に早寝早起きを実行してもらうとですね、月曜日の朝の目覚めが大変よろしいと、それから日曜日も夕方になってきて明日のことを考えてちょっと憂鬱になるなんていうのもだいぶ楽になるという、かなりの例の方々いるわけですね。で、その人たちに僕の方で提案するのは、平日ですね、例えば平日7時ぐらいに起きてですね、で、準備して会社に行くと、こういうタイプの人が休日になるとですね、いきなりですね、10時まで寝てますと。これは何のために寝てるのかというと、この3時間をね、多く寝て体を休めようというそういう考え方なんでしょうけども、確かに休まるという意味ではいいんですけど、せっかく朝ですね、今まで平日に7時に起きてリズムを刻んでた人がいきなりここでリズムがずれるわけですから、長く休むという意味ではいいんだけども、リズムをここで崩しちゃうという意味ではすごく損失が大きいんですね。で、僕の方で提案するのはですね、この10時というのをやめて、6時を提案する。だいたいこのパターンで生きてきた人に休日6時に起きましょうというとですね、せっかく休みなのに何もしなくてもいいのに、なんでそんな早く起きなきゃいけないのかなって一律に皆さん思うんですけども、これの良さはですね、リセットをですね、ちょっと早めにかけますから、ね、月曜日の朝7時に起きることはそんな楽苦ではないだろうということです。で、そうすると、でも睡眠時間がこの人よりは4時間少ないですもんね。だどこで休むんだってことになるんですが、それはもう答えは簡単で、早く寝りゃいいんですよね。この日6時に起きても夕方もう7時か8時ぐらいにはですねお休みになればいい。睡眠時間を確保してあげれば寝る前に確保しちゃえばいいと、こういう考え方で、これ提案をしたんですけども、やっぱり怪訝そうな顔をするんですね。で、最後のダメ押しの言葉はですね、
まあ、平日は仕事あるわけでしょ。でもこの日は仕事ないんですからね。何も仕事がないんですから、せめて1時間ぐらい早く起きるのを仕事にしませんかというと、みんなうんとかって変なところで納得してくれましてですね、かなりの人がこれを実行してくれたと。そうしましたら、まあ、確かにね、10人中数名はですよ、そうは言ってもやっぱり習慣で起きれませんでしたという人もいるんですけども、かなり頑張って皆さんくれましてね、で起きた人は、ほぼ、まあ、ほぼ全員と言っていいでしょうね、この良さを感じてくれているようです。ぜひですね、今日はその辺を、今これですね、実際にいる方、それからこれを聞いてくださる方ですね、日曜日の過ごし方をですね、早寝早起きで挑戦していただきたいもんだなというふうに思っています。で、騙されてやったけどダメだったという人もいるかもしれませんし、やってみたら確かにいいものがあると感じる方もいるかもしれません。で、まあ、それのちょっと裏付けみたいな話をしますけども、まあ、人がですね、朝コルチゾール、唾液コルチゾールを測ったことのある人なんか分かりますが、朝高くてですね、昼間になるとこう低くてですね、で夕方になってくるとまたさらにこう低くなっていくんですけども、まあ、いわゆる元気度を示すホルモンなんですね。だからこういう体 の、 元気ホルモンのですね、リズムをうまく使うと、どこで起きればいいか、もう一目瞭然なんですね。でこの時に起きた方が当然普通に活躍できるはずです。でそれをスタートをゆっくりこの辺に起きてですね、活躍しようとするとですね、一日のこの辺しか活動できませんから、この最初の6時から何時までというこの時間がいかに貴重かということなんですね。それが一つです。そして、もう一つはですね、今度は早寝の方になるんですけども、こんな8時に寝てどうするんだという人もいるかもしれませんが、人間の体の修復する時間がですね、だいたい10時ぐらい、夜の10時ぐらいから、これよくいろんなところで言われてますよね。これは何かというと、体の中の成長ホルモンが非常に多くなる時間帯なんですね。でもう成長しなくてもいいっていう人いるかもしれません。この成長ホルモンというのは実は別の言い方をすれば修復ホルモンですね。体の修復するホルモン。だから例えば人間のように見えるでしょうか。これが人間だとしますと、こう1年後はですね、同じような格好を例えばしてたとしても物理的には全く別物なんですね。これはどういうことかというと、一部分がこう崩れてですね、でその分が夜中のうちに修復していくわけです。アンパンマンの顔ですね、いつも言うね、アンパンマンの顔みたいに修復していく。そして1年後は実はこういう全て変わったようなもの、まあ、1年じゃないですよ、ターンオーバーの早いものはもっと皮膚なんかと1日2日で入れ替わるわけですけども、こうやって人間というのはある部分を分解して新しいものに変えていると。だから持つんですよね。365日このやわな皮膚がですね、そのまま生きているなんて考えられないですよね。これなんか本当に数日で変わっていくんでしょうけど、表面はですね、まあ、こういう形でこの修復作業というのが人間の体を作っていく、維持する上では非常に大切なんですね。でそれがせっせせっせなされるのが10時以降だと。そうすると、ね、もう8時に休むということも、これはもう非常に理にかなってるんですね。まあ、簡単な説明をちょっと加えてですね、この早寝早起きというのは、非常に有効だということをお知らせしますので、あとは皆さんがぜひですね、この後トライしていただいて、感じていただければいいかなというふうに思います。以上です。